京丹後市立峰山図書館は、京都府京丹後市峰山町にある、公共図書館。2016年度末時点の蔵書数は77,054冊、貸出数は86,401冊。網野町にある、京丹後市立網野図書館、大宮町にある、京丹後市立大宮図書室、丹後町にある、京丹後市立丹後図書室、八坂町にある、 京丹後市立八坂図書室、久美浜町にある京丹後市立久美浜図書室と共に京丹後市立図書館を構成している。2016年度末時点の蔵書数は10万3722冊の網の図書館に次いで京丹後市立図書館の中で2番目であり、2016年度の貸出数も12万3068冊の網の図書館に次いで2番目だった。 太平洋戦争後の1947年秋、京都府中軍峰山町の青年団文化部が1個1冊の憲法運動を行い、リアカーで町内を回って約2000冊の図書を集めた上で、峰山町に対して図書館の設置を要望した。峰山町は1951年7月31日に公民館事業の一環で図書館の設置事務を開始し、寄贈書の分類や、 新館の購入などの図書館設置準備を行った。1952年2月1日に、ミネヤマ町役場の一室を改装して、ミネヤマ町立図書館が開館した。2月20日には、図書館条例と図書館規則が制定され、2月1日に遡って適用された。戦後の京都府にできた図書館としては、早い時期のものだった。館長は、 開館時の挨拶で図書館を個人の希望を無駄なく助長し援助する最も自由な素質身長の教育形態と位置づけている。開館時の図書室の面積は9坪であり、蔵書734冊が日本中新聞類法で廃下された。青年乱文株部が集めた図書のうち、千字色の強い図書は取り除かれている。閲覧用の雑誌として、暮らしの手帳、 週刊朝日、朝日グラフ、中央公論、文芸春秋、新潮、藤井朝日、キネマ順法を用意し、また、新聞三紙も用意した。1953年1月2日には閲覧室が、改修されて13坪半に拡張された。なお、峰山町立図書館開館前の1950年7月には、峰山町の奥端地方教育局の一室に、 京都府立図書館峰山地方文館が開館している。地方文館とは各地の公民館や町立図書館に曲がりしたものであり、京都府立図書館本館から新館の供給を受けて団体を対象に貸し出しを行った図書館のことである。峰山地方文館には職員一人と図書二千冊が配置された。奥丹地方教育局は1942年7月1日に 丹後震災記念館に設置されており、1950年5月6日には、旧、峰山町立峰山女学校校舎に移転していた。峰山町立図書館が、丹後震災記念館に移った直後の1955年6月1日には、旧、丹波村役場建物に移転している。1956年度の蔵書数は4670冊で、あり、 1956年度には646団体が19982冊を貸し出している。戦前の京都府北部にあった図書館では、舞鶴市立西図書館、福知山市立図書館、宮津市立図書館が戦後も図書館サービスを継続した。戦後には1946年に舞鶴市立東図書館ができ、ついで1950年に 綾部市図書館、1952年に、峰山町立図書館、1954年に、大江町図書館ができている。図書館があった団子震災記念館1955年1月1日には、旧峰山町、吉原村、五家村、新三村、丹波村の一町4、村が合併して新峰山町が発足。これを機に、 同年2月1日には、峰山町中央公民館として使用されていた単語、震災記念館に移転した。2階にある14坪と16坪の2室を使用し、それぞれ自動室検診分雑誌室と一般成人室として使用した。移転会館時の蔵書数は3097冊であり、日本重新分類法によって分類された。閲覧机は7台、閲覧席は50席があり。 毎日100人程度の利用者がいた。開館時間は10時から17時であり、休館日は毎週月曜日、祝日、年末年始などだった。貸し出し登録を行えば、考え貸し出しが可能であり、貸し出し冊数は1冊まで、貸し出し期間は1週間だった。同年3月7日には、峰山町立図書館条例及び、同規則を交付施行し、峰山町立図書館は、 図書館法における図書館となった。1956年9月1日には、五花地区、長岡地区、新山地区、丹波地区の4地区に対して貸し出し文庫を開始した。同年には図書館が丹後震災記念館1階の大広間に移動している。1960年からは、毎年、児童、生徒読書感想文コンクールを開催しており、 1969年からは、毎年、夏の読書子ども会を開催している。1972年からは、毎年単語地震記念展が開催されている。1973年11月17日には、創立20周年記念懇談会を開催した。1972年には、地域資料の収集を開始し、1978年には日本放送協会から、 北丹後地震の記念 16mm フィルムを受領している。3階に図書館がある京丹後市峰山地域公民館1979年2月以降には、峰山駅前の高台に総合文化センターの建設が行われ、1980年5月1日には京都府丹後文化会館に併設された峰山城、中央公民館の3階に移転した。 開館に先立って4月25日と4月26日には内覧会が行われている。開館時間は9時から17時であり、休館日は日曜日祝祭日、年末年始などだった。移転後もしばらくは利用者登録時に保証人や印鑑を必要とし、また貸し出し手続きは他の図書館と比べて面倒だった。同時期の京都府では1963年の 綾部市図書館、1968年の舞鶴市立、西図書館、1971年の大江町図書館、1972年の福知山市立図書館、1974年の田辺町立図書館、1974年の園部町立図書館、年書館1980年の峰山町立図書館、1980年の常用市立図書館と、 市民会館や市民センターなどとの複合施設として建設される図書館が過半数を占めていた。なお、京都府立図書館峰山地方分館も峰山町立図書館と同一フロアに移転しており、話題性ある図書などを揃えて峰山町立図書館との差別化を図っていた。移転会館に合わせて千人館長と図書館師匠を配置している。 開館直後の6月時点の蔵書数は約1万8000冊であり、京都の図書館、白書1982は参観部の図書館としては歴史、文学、芸術の分野ではかなり充実していると評価している。1981年度の貸し出し冊数は1万6670冊であり、利用者の大半が児童、生徒だったという。 社会人の利用を促進するため、1981年8月には毎週水曜日のみ閉館時間を2時間遅らせて19時とする開館時間延長を開始し、サラリーマンや中学生の利用者が増加した。1982年3月には毎週水曜日に幼児コーナーで読み聞かせ会を開始した。 1982年の蔵書数は2428冊だったが、同時期の峰山町の人口は14729人で、あり、1人当たり蔵書数は1.36冊、1人当たり貸出数は1.15冊だった。1982年からは毎年、母と子の読書サークルを行っている。1986年には、 峰山町に本社を置く日清製作所から自社の40周年を記念して図書館充実のための資金1000万円を寄贈された。1991年8月3日には京都府単語文化会館で開館40周年記念行事を開催し、同年8月7日には1000冊を搭載できるトヨタ大の BU70 を用いて移動図書館車、羽衣の運行を開始した。 車両名は、峰山町に伝わる、羽衣伝演説にちなんでいる。4コース16ステーションが設定され、各ステーションを2週間に1度の頻度で巡回した。1992年時点の増書数は28,850冊であり、うち自動書は7,590冊、強度、行政資料は2,097冊だった。貸出数は、本館が万千二百三冊であり、 移動図書館が9608冊だった。計4811冊のうち児童による貸し出しは71%の29176冊を占めていた。1995年4月9日からは1961年から辞めていた日曜会館を再開し、最初の日曜日には平日の約3倍の利用者がいた。同年時点では、 約3万3000冊の蔵書を有し、京都府内の自治体紙などを所蔵しているのが特色だった。1997年3月31日には、京都府立図書館峰山地方文館が閉館し、6月1日には閲覧図書を譲り受けている。1998年3月には再び日清、製作所から図書館充実のための資金1000万円を寄贈された。 1999年までは手書きのカードで考え貸し出しや増書の管理を行っていたが、1997年9月から電算化のために増書へのバーコードの調布を開始した。1999年6月24日には電算化のための長期休館に入り、7月8日には検索や貸し出しなどにコンピュータを導入してリニューアル開館した。 これによって利用者カード1枚で考え貸し出しが可能となり、検索用コンピュータ端末では在庫や貸し出し状況が容易に判断できるようになった。同時点の増書数は約4万冊であり、北端地域6町の中では最多だった。高さや大きさがまちまちだった書家は新規に購入した木製書家で統一され、畳を敷いた用事コーナーが新設された。 2002年8月には、開館50周年記念行事、夏休み昆虫教室を開催し、2003年3月には、記念展示、峰山町立図書館50年の歩みを開催した。2004年3月には、移動図書館車羽衣の運行を終了した。2004年4月1日には、峰山町など6町が合併して、教団ごしが発足し、 京丹後市立峰山図書館に解消した。合併した2004年度末時点の蔵書数は5万588冊であり、京丹後市立図書館の中では6万8126冊の網の図書館に次いで2番目だった。2008年7月には京丹後市の全図書館、図書室の図書館システムの統合が完了した。2008年度には貸出数が初めて10万冊を超え、 2009年度にはピークの10万9300冊に達した。長浜右け読み聞かせなど子供の読書を推進している。単語の歴史や北単語自身に関連する資料を多数所蔵している。開館した1952年から新聞記事のスクラップブックを作成し続けている。1987年からは毎年11月に発行された。 新聞織込みチラシを収集している。中軍三重村出身の郷土市屋である長浜右兵が収集した資料114点を長浜文庫コレクションとして所蔵し、三重郷土市、単語資料総書、単語郷土資料集などがある。郷土資料は1947年に長浜文庫として登録されたこれら書籍群のほか、右兵が晩年に編纂した峰山長史直筆,筆原稿や、 調子編纂のために収集された資料、震災関連資料の一群に含まれる、右平時期室の地図や右平に当てて寄贈された抜き釣り群、その他蔵書登録されずに、郷土資料室内に散在する資料群の四群で構成されている。京丹後市にある図書館、図書室京都丹後鉄道具豊川峰山駅から徒歩5分、京都府丹後文化会館に併設された峰山、 地域公民館の3階にある。単語地方の歴史や、北単語地震に関する地域資料を収集しており、長浜文庫などの貴重資料も所蔵している。峰山町の中心市街地からやや外れた高台に位置しており、東表する窓からは、小原山、市清山、金剛道寺山、成合寺がある、鈴見家だけなどを眺望することができる。 1980年の開館時から建物には、障害者用、トイレ、エレベーター、展示ブロック、展示案内板などが設置されている。ありがとうございます。